世界の破滅ってやつは突然起きるみたいな、いわゆるグローバルフリーズの勃発だった。あの日俺の時間は止まった。グローバルフリーズから半年後、やっと世の中は落ち着きを取り戻した。街が立ち直るのは早いよな。人の心と違ってさ、街のみんなは今でもあの止まる感情を恐れている。どんより都会にならん。ここ1週間で多発しているさまざまな事件、殺人未遂、強盗、爆破予告、その現場では重加速現象が発生している。警察の犬ども、せいぜい混乱するがいい。さてと、次はどの顔をいただくか。おあちらへ向きに、この会場にはたくさんの人間が集まっているよ。早速いただくとするか。奴らが動き出した。急ごう、しんのすけ。変身。ドライブ、タイプ、スピード。怪物ども、ひとっぱし。気合いよ。何ていうのか教えてもらおうか。沈黙が答えってことね。ならば力ずくでも引き出すしかないな。気があるな、人間の分際へ。しんのすけ、こいつらに分かりの意思はある？だろうな。何をごちゃごちゃ言っている。うりゃ、ふん、さらしまった、なんてね。うまくやった。ああ、ヤツの背中にシフトカーを忍ばせておいた。これで活動ポイントが分かるはずだ。だがヤツら何度も同じような事件を起こしてるのはボンミスだよな。どういうこと？警察だって黙ってないってこと。銀行強盗に関してはキリコたちが重加速現象が多発している付近の銀行に対し、万が一に備え追尾できる IC チップを仕込んである偽の紙幣を配布してたみたいです。ナイスのシーズン。今連絡があった。爆弾の方、リンナが妨害電波を上げているはず。無事未遂に終わったそう。じゃあそろそろ今度はこちらから攻めるとしますか。見えるの？
だがそこも含め想定内といったところです。奴らは現在まだ我らの真なる目的を知らない。殺人、強盗、爆破、ここに我らの真意などありはしないから。つまりいくら調査してもそこにつながることはない。その大いなる目的のためにいかにして人の世に潜り込み暗躍するか、そのための手段の一つとして有能なる人間の肉体と記憶をいただいているだけにすぎる。まあ同じ顔をした人間がこの世界に2人以上いることになると、みんなを招くことになるか。元になった人間は量が済めば消えていただくまでのこと。本来ならこの世界を裏から動かすために官僚や警察のお偉い方、芸能人や有名人のそれをいただいた方が実際はことは何倍も早いのだが、その分バレるリスクも高まる。だが逆に一般人の世界はどうだ。ネットに依存しリアルの中では他人が何をしているのそ知らぬ顔、こちらにとっては都合のいい風向きだ。それに我らはいわば規格外、ロイミュードになりきれなかった外れ的な存在だ。おそらく進化体への変化も期待はできまい。だがあのお方だけは違う。こんな我々を拾い集め生きる道を与えてくれた。あのお方のためにもこの世界で暗躍する体が我らには必要なのだ。全ての計画はそこから始まる。そろそろ次の事件を起こすとするか。何、金ならいくらでもあるからな。それらの事件を起こすのはその金に目がくらんだ愚かな人間たち。よって我らが捕まることはない。行くぞ。銀行強盗犯並び爆破未遂の犯人は逮捕されたそうだ。だがどちらもロイミュートではなさそうだ。犯人は一般人だったのか。そうとも言い切れない。両者とも怪しい人物から大金を受け取っている。推理 IC の施せんかな。つまりロイミュードが裏でこの人たちを操っていたということか。まあそういうことになるな。それは厄介だな。脅かけていた人がまだ絡まってモヤモヤして乗り切れない気分だ。だがこの会場に集まった人たちはロイミュードの姿を見ている以上また狙われる可能性が極めて高い。それにここにいるみんなには俺の存在もバレてしまったわけだし、考えてもすまないからまずは挨拶でもしとくかな。会場のみんなこんにちは。こんにちは。なんだ声が小さいな。もう一度ですね、みんなこんにちは。俺は警視庁特上課お前しんすけ、仮面ライダードライよろしくな。さっき俺が戦っていた連中はロイミードといってこの世界に災いをもたらす恐ろしい連中なんだ。だけど安心してくれ、俺にはたくさんの相棒がついてる。このベルトさんやキリコたち、警視庁特上からみんな、そして忘れちゃいけないのが俺の愛車トライドローンや戦いや操作をサポートしてくれるシフトカーたち、そんな頼もしい仲間たちが君たちの日々の生活の裏で暗躍してるやつらロイミードといつも人知れず戦ってくれてるんだ。だが厄介なことにやつらロイミードが
人間に擬態し、この世界のどこかに潜んでいる。それはいつ、どこで誰、そうなのかは誰にもわからない。だからみんなも、くれぐれも注意してくれ。それと、ロイミュードやドライブの秘密は、他のみんなには内緒にしておいてくれ。下手に喋ると、奴らの耳に入る可能性もある。だからこの会場に集まったみんなと、私たちだけの秘密だ。もし、ロイミュードを見かけた時は、必ず大きな声で、この俺に教えてくれ。俺たちとのこの約束、守れるお友達は、元気で返事を。なあ、いい返事だ。君たちならドライブのマイスバーディーになれそうぜ。さてと、じゃあ操作続行といきますか。待て、しんのすけ、シフトカーからの通信だ。どうやら奴らに動きがあってる。よし、行こう。やつら、ドジを踏んだらしい。まあいい、金さえあれば人間などいくらでも調達できるからな。さて、そろそろ擬態する人間を探さねば。このままでは目立ちすぎるからな。目立つのがこちらとしては都合がいいんだけどね。また貴様か。お前たちが暗躍をやめない限り、何度でも出会うことになると思うけどね。ならばここで叩き潰すまでだ。行くぞ。気をつけろ、しんのすけ。巨大な反応が近づいている。いよいよ、あの方の覚醒の時だ。お前が俺のフグを可愛がってくれたドライブとか言うやつ。ゆうゆう、どんなやつかと思ったら、スーパーカーみたいなこじゃれた格好をしたお口ちゃだけ。悪いことは言わず、お子ちゃまはおとなしく U ターンして安全運転でお家に帰ってママにもらったおしゃぶりでも舐めてるんだよな。随分な言われようだな。どこのカントリーボーイだお前。誰に向かって言っている。俺がおとなしく、はい、そうですかと帰るとでも思ったのか。じゃあ何か、お前に俺を止めることができるとでも思っている。お前のような奴にはブレーキの大切さも教えてやる。さっさとかかってこい。それはこちらのセリフだ。ならば遠慮なくトップギアで行かせてもらうぜ。さっきまでの威勢はどうした。まさかもう終わりか。ならばこちらから行くぜ。とりゃ、うわっ、俺は
ちはこの命に変えても守り抜く。くだらねえ虫ずが走る。寝ぼけたこと抜かすやつがどういう目に遭うのか思い知る。悪いがピットインしていただく。どれや何人たりとも俺の前は走らせねえ。たとえそれがあいつらだろうとな。お前たち可愛がってやりな。それにしても他のロイミュードたちが脅威としている仮面ライダーの力少々気になるな。貴様の秘密をゆっくりと聞かせていただくとするか。お前たちこいつをアジトの力に叩き込んどけ。さてと、これでもう俺を止める者はいなくなった。俺の理想とする先の未来に向け一気に動くとするか。邪魔者もいなくなった今、ここで一つ面白いゲームを始めようではないか。ゲームですか。そうだ、ターゲットを家族に絞る。家族、俺は夫、お前が嫁、そしてお前たちが子供。そう、まさにファミリー。幸せそうにしている人間たちが本当に何がそんなに幸せなのかを知り、知った上でそれを破壊し、いついのどん底へ叩き落とす。夫婦は会社へ、子供は学校へ侵入し暗躍を開始。なるほど、では厳正なる審査のファミリーを選ぶとしましょう。いけ。さて、どの家族がいいかな。お前か？それともお前か？